ゾエチャンネル。はい、雑サラリーマンゾイチャンネルです。今日はティファールの不良品交換が無事に完了しましたということで、ご紹介する動画になります。以前ですね、つい先日ですけども、ティファールの直営店限定の13点セットというものを購入しましたが、まさかの不良品ということで、鍋が変形してましたっていう内容がありまして、2つも変形してたんですね。で、こちらについてですね、交換が完了、現時点でしておりまして、それまでのプロセスをご紹介したいと思います。という動画になります。ご参考になればと思います。はい。ということで、前回購入した、ティファールのインジニオネオ IH ロワールレッドアンリミネテッドの、13点セットですね、直営店舗限定の商品を以前購入しました。で、これが不良品でしたよということで、前回ご紹介した動画は、この動画の概要欄に、リンク貼っておきたいと思います。で、不良内容はですね、こちらの鍋と、こちらの鍋ですね、まあ、フライパン的なところですね。はい。こちらね、今、交換後の商品ということで、綺麗に、丸いんですけど、はい、丸です。で、こちらも丸くなってるんですけど、ここが、一部ですね、変形して丸くないんですね。で、丸く、こちらもそうです。かなり変形してまして、丸くなかったと。で、丸くなくてもいいのかなと思ってたんですけど、こちら蓋がね、たくさんあるんですけど、蓋がね、閉まんないんです。合わないんですよね。ぴったりと。ということで、これ使い物にならないというのが、今回の不良品の内容でございました。で、まあ、この不良品に対して、交換までしていただけたわけなんですけども、それに至る流れをちょっと経験談ということで、ご紹介したいと思います。はい。続いてですね。実際に、どのように、手続きを踏んだかというところをご紹介したいと思います。困った時はお客様相談センターへ電話しましょうということで、連絡先はですね、ティファールお客様センターで、検索いただけますと、その電話番号出てきます。で、注意点なんですけども、フリーダイヤルでないため、有料になります。確かね、音声ガイダンスが流れて、30秒で20円ぐらいだったかな。っていうぐらいの、値段でしたと思います。で、音声案内にて、該当番号で、ね、案内聞いた後に担当者へつなぐプッシュ通知を入れるということで、0とか9とか押してくださいっていうやつあるじゃないですか。ああいうやつですね。はい。これを聞く必要があります。で、聞いて担当者へつなぐところに押すと。はい。そしたら、担当者につながるまで少し待ち続ける必要があります。混んでるとつながりにくいっていうことなので、ちょっと待ちます。で、この間も有料ですんで、ちょっと引っかかりますよね。で、不良品の旨、担当者につながったらですね、一生懸命説明した後に、じゃあ詳しい、担当からまた折り返しますっていうことで、ご連絡が今回はありました。で、ここで注意してほしいのがですね、担当者からですね、折り返し電話あるんですけど、いつあるかわかんないんですよね。早くあるかもしれないですし、少し遅いかもしれないんですけども、担当者から折り返し電話がかかってきた時には必ず出ましょうということで、こちらですね、着信はですね、ティファールのお客様相談センターの番号でかかってきてるので、折り返そうと思っても、この元々の最初の振り出しですね、ティファールお客様相談センターにかけるしかないんですね。ということは、また有料でまた同じやり取り、手順を踏んで、担当者につなぐしかないということで、こちらがね、不在となってしまうと、もうつ本当に次いつ出るはあるかもわかんないので、かけ直すしかないということで、実際にね、今回3時間ぐらい様子、ちょっと用事があって見てたんですけど、2回目の着信とかはなくてですね、こちらから再度お電話させていただいたという流れになります。で、先ほども言いましたけども、この場合、最初からのやり直しなんで、面倒です。はい。で、繰り返しにはなるんですけども、担当者からですね、折り返し電話にはもう絶対出た方がいいので、出るようにしといた方がいいですよっていうことで、ちょっと経験則に基づき、そういうふうに、お伝えしたいですね、皆さんには。はい。で、担当者に、まあ、つながりますよと。
で、担当者様とやっと話せる段階になりまして、まあ、不良品の交換ということで、交換自体は、丁寧な説明でね、やっていただけます。はい。で、その説明の内容、流れなんですけども、郵送会社からですね、新品送付を いただけるということで、その際に不良品と交換、不良品と新品、現品交換をしてくださいというふうに、ご説明いただけます。で、ここからですね、まあ、はい、わかりましたってなるんですけども、ここからは実際に、じゃあどうなったかというところでご説明したいと思います。1日後ぐらいに、もうすぐにね、郵送会社様が、自宅まで、来ていただきました。で、郵送員の方がですね、不良品の回収に来ましたということで、私ども、早いですね、みたいな感じだったんですけど、担当者さんから言われてた、交換でっていう話だったんですよ。で、交換品はって聞いたところ、もうその郵送の方はですね、知りませんということで、私たちは不良品を回収するのみ依頼を受けてきてますよっていうことで、要は物持ってきてないんですよね、この時点で。はい。で、私の方でとしては、まあそうですかということで、まあ話は違うんですけども、まあ不良品を取りに来たっていうことにはね、足を運んでいただいてるんで、まあ、不良品を渡しました。二つ。はい。で、まあ、とりあえずですね、まあ、有料とか待ちとか折り電覚悟のティファールお客様相談センターに、お電話をさせていただきました。で、これはね、やっぱり案内いただいてた話と違うため、まあ、すごく不安になりまして、電話したっていう経緯になります。はい。不良品だけ渡して終了みたいなことになってるかもしれないんでね。はい。で、なんとかつながりまして、ご担当者さんからいただいた回答は、まあ、2、3日後には届くでしょうということで、まあ、業者にもよってそういうことがありますみたいなご説明で終わりということで、まあ、待ってくださいと。いつ来るかわかりませんが待ってくださいと。はい、そういった説明ですね。はい。で、まあ、業者さんによるっていうところなんですけども、今回来ていただいてた業者さんは、すごく大手のもう誰でも知ってる業者さんでして、はい、業者さんと違うって言うと、ね、言われてたんですけど、まあ、大手さんで違ってたらどこもそうなのかな、みたいな 印象を持ちました。はい。で、その通り、後日交換品がしっかり届きましたということで、業者さんは全然悪くないと思うんですけどね。はい。全く悪くないです。ただ説明が食い違ってたっていうだけで、はい。で、偏見のないですね、交換品が、しっかりと届きましたということで、ティファールさんありがとうございました。はい。という、まあ、交換までの流れということで、はい。ティファールさんの電話の方は結構喋りというか、会話とかすごく丁寧で親切にいていただけるんですけども、言ってることが違ってて、はい。なんか結構不安になりましたね、このやりとりは。はい。ということで、こういった経験が何かの参考になればということで、今回の動画にしてみました。まあ、あくまで参考ということで、はい。特にティファールさんになんか文句あるわけでもないですし、はい。商品も素敵ですし、はい。業者さんがすごい悪いわけでもなく、はい。ただただ私が、不安になったということで、その経験をお伝えしたというところで参考にお願いします。となってます。はい。では、今回の動画終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと感じられた方は、高評価ボタンのクリック、チャンネル登録にご協力をよろしくお願いいたします。Twitter とインスタのノートもやってますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。ありがとうございました。